題しながら行くのね、うん、最初リターンだから最悪でのリターンだから暑い。
感受性がなんか分かってきた。日曜日は2面でしょ。2面で男性が何人かわかんないけど、でもいるかいないかわかんないけど、カツラくるって言って、でも1面でやってる感じ。うん、1面でやってもらって内容としてはさ、いつも通りで振り回しとかで、ちょっと乱入したかったらこの間みたいにちょっと入ってくればいいかな。じゃあ、1対1ではなくて、ちょっと男性も来るかもって感じ。来ることは来るけど、もう試合に行くと思うから、1対1でやるつもり。で、余裕が練習をできるといいよね。見たくないからね。振り回しとか振るとか、どうせ突っかけてから。で、なんか吉田さんすごい。で、初めてからやるし、フットワークとか。なんかみんなやりたいって言ってた、ボレスト。分かった。だからそのボレストをこうあれをやってくれってカッツンとかに言っても、いややっぱりできないとかって、2人いないと、こうこっちがストロークが1人でボレー2人いないと練習、いつもの練習はだから1人でできるほどの実力が誰にもない。ボレーが何でも返すみたいな、ボレーで何でも